筋肉に皆さん何かが異常があるから今日ここへ来たんですよ。だからこうやって集めてその異常の状態を正常に戻せば皆さん治るんですもんね。だから 何人来ても何十人来ても皆さんね、ちゃんと治し方を覚えてできれば治りますってことになってるんです、はい、私からすると皆さんは同じ状態で来ているんです。皆さんね、痛い場所とかしびれてるとか冷えてるとかいろんな症状あるかもしれません。先ほど言った通り、どちらにしても筋肉の異常がある、筋肉に異常があるからということなんですけど、じゃあこの異常っていうのは何かっていうことなんですけど、筋肉は緊張してるっていう表現するんですけど、まあ分かりやすく言うと筋肉が硬い、筋肉が硬いで、筋肉が硬くなってるんですけど、肩凝った時に触ってみると硬くなってませんか。肩、あの硬くなってるのが筋肉なんです。あの硬くなってる筋肉が柔らかくなれば肩こりではないんです。もうその時点で肩凝ってるって感じじゃないんです。あの硬くなってるのがさらに硬くなると今度肩こりという感じじゃなくて肩が痛いってなるんです。肩痛くて動かせられないってなるんですね。で、その硬くなってる時に何が起こってるかっていうと、筋肉に縮む力が働きます。で、筋肉の中には血管や神経が通ってるんですけど、縮む力が働くから血管潰しちゃうんですよ。だからこの太さの血管が筋肉の中にあっても周りの筋肉硬くなって縮む力が働くと潰れちゃう。潰れてしまうと血液の流れが悪くなりますね。ですから痛くなったりしびれたり冷えたりする。で、血行不良が起きるとなぜ痛くなったりしびれたり冷えたりするのかっていう話を細かく話すと、ここだけで1時間かかります。この1枚だけの話で。で、これお医者さんとか治療科の方には教えてることなんですけど、あの皆さんこれ一生懸命覚えても腰痛治らないですから、簡単に筋肉が硬くなる